まだ続けて撮ってます。R です。ムーンです。多分夜中のこの時間だけなんですよ。今揃ったんですけど、ほら、これでしょ。このさ、もうお前ら喋んなくていいからさ、人前で携帯電話かっこ悪い、そんなこと思わないよ。賛成です。はい、賛成です。利便ばかり追いかける。あ、分かった分かった分かった。お前と話したかったんじゃないんだ。反対です。うるさいって言う人はいいけど大したことない。賛成です。密閉された空間です。困ります。みんなの意見に従います。反対です。使ってる人もいます。反対です。以上。どちらでもいいです。各個人のモラルの問題じゃないでしょうか。反対です。そんなこと言ってると山奥でしか使用できませんよ。お、来た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 。助かったわ、これ。反対6、賛成4、どちらでも良い2、1、あ、これ1回でやらなくてもいいってことなのかな。何日かに分けても聞き込み回るってことだったのかな。助かったわ。どちらでも良い2となりましたか。今まで通りということですね。ありがとうございました。これですっきりしました。おお、すっげえラブくれた。大臣様とは大違いだぜ。まったく手事がせやがって。ところで、町長さんが夜中にね、夜中っていうか、この生、涙の日の夜とかにクラブに行くっていう情報をね、事故として仕入れてしまったので、まあ、せっかくここにいるんで、まあ、行ってみようかなと思います。どうしようかな。まあ、寝てないんで、一回ね、寝て回復して、ラブ集めてもいいんですけど、まあ、おお、怖い。あ、充電されてるのか。あ、じゃあまあいいか。一応、この世界は、成り立ってると。なんだっけ？ナビじゃなくて、充電器くんの仕事は、電子回路がなくなろうが、動いている。っていうことなのかな？すっげえ助かるけど。まあ、そういうことにしておきましょう。このままね、ちょっと月、ロケット、ああ、でもどうかな、ロケット乗って月行っちゃうと、帰ってこれなくなる可能性あるのか。でも待てよ、帰ってこれないってことは、俺のラブどうなんの？っていう話にもなるしね。やっぱまあ、そのためにもね、ちゃんと帰って、まあ、ばあちゃんのクッキーとか、パンとかね、いっぱい仕込んで、持っていった方がいいですよね。ただでさえ、5日ぐらい、確か、時間かかるって言ってたんで、そのためのね、満身創痍で、満身創痍じゃなくてもさ、時間はかかるよね。だって、自宅で寝て、プンプンしてもらって、で、行くわけでしょ？ロケット乗って。なので、まあ、体力は少し、ほんの少しだけど削られてるわけだから、ちょっとその辺気をつけないといけないですよね。あと、パートいくつぐらいですかね。パート40とか50くらい、50かな？ 50 くらいで終わるのかなとは思うんですが、はじめまして、サイケです。クラブは夜営業します。じゃあ昼はどうなってんの？あ、そうそう。だから、サイケのお願い事はもう叶えちゃったっていうことなんですよね。縦揺れのバイブスなんだ。バイブスってなんですかね。別にここに行っても差し支えはない。お、差し支えもないのか。ん？私はここでライブをやってもらうことがとても嬉しいんです。ライブね。できるといいですね。今後もね、R 的には、世界は多分悪くなる一方だと思うんですけれども、まあ、それはそれとして、何かね、別の生き方とか、別の形での何か新しい、それこそ、ね、世間一般で言ってるなんか形だけのことじゃなくて、生き方としてね、何か変えていかないといけないっていうのは、まあ、常々ありますよね。
まあ、今年の、あ、人が来た。長女来るんだよね、多分。うん、あなたもレディーのダンスですか？レディーもダンスするんだ。踊る？疲れますからね。長女は孤独なんですよ。はい。俺も。町長は？まさかここでたむろしてるなんてことはないよね。それはさすがにやめてほしいんで、待つけど。まだ準備時間。ただいまより本日のスペシャルライブ。何？やったぜ。なんだか知らんが、やったぜ。アイドルやってんじゃん。ちょっと感動しちゃった。やっぱね、アイドルになってください。アイドルになりたい人は絶対いいと思いますよ。一体何の話ですかって話ですけどね。町長、何絡まれてんだよ。やめろよお前ら。このクラブも盛況ですね。そうだな、町長は踊らないんですか？私が踊る？消耗するんだよ。君たちのようにエントランスで充電してもらえんからな。なるほど。彼女が羨ましいな。長いですか？この話長いですか？そう、レディーも、レディーは人間なのかな？この辺の会話になったのか。一度また。蝶々さん、どこで喋ってるの？完全にこれ、なんか、股間から、稲垣吾郎かな。別に用はないでしょ。いや。レディーのダンス。おお。ダンスは楽しいわ。完全に形が歪んでるからな。ロボットですよ。人間ではありませんよ。どうですかね。ファイナルオフセット、イメージソウルの TS ミュージック。今チョウチョウ一人、孤独のチョウチョウ。私は旧型のロボットなんですよ。そのことに不満はありませんが、口の場所がちょっと、やっぱりな。でもさ、頭にも頭ついてるんだよな。あの頭はじゃあ何のためについてるんだ。頭じゃないのかな。どうしよう。ロボット違う、ダンスは楽しいわ。待つかい。
クラブなぁ、行かねえからなぁ。嫌いじゃないんですけどね、こういうなんか、こういう雰囲気。ちょっと、落ち着かなくてな。あんまり立ちっぱでいると腰痛くなっちゃうしさ、まあ、座りっぱなしも悪いんですけど。この辺のね、クラブ、全然イベントとか起こさなかったんで、まあ、ちょっと時間待ってみてゆっくりしてもいいかもしれないですね。またなんて言ったって身があるからね、ちゃんと回収できるもの回収できるからさ、すごい嬉しいんですよね。ん？スペシャルライブどちらが良かったですか？え、クリス、サクリファイスアニマルズ。え、俺クリスが良かった。好みですか？まあいいでしょう。今後ともよろしくお願いしますよ。おお、ありがとうございます。しばらくライブはないんですよ。演者がなかなか見つからなくてね。でもフレットさんって方がやりたいらしいんです。素人だけどステージは熱いらしいですよ。確かにステージは相当熱いと思うんだよね。え、やってくれんのかな。やるなら俺行くけどね。あとあれかい、俺がステージで雑魚ね、なんかクラブやってる人であるあるな光景なのかな。あとさ、ギター弾いてるお兄ちゃん、俺となんかマブダチになっちゃった人、あの人とかもなんかありそうじゃない？ちょっとさ、ね、呼びに行ってあげてもいいんじゃない？なんかこういう、あ、ごめん。こういうやっぱ展開がさ、欲しいわけですよね。やっぱゲームやってる側としては。これ実況やってるやってないは全然関係なくて、ね、ちょうだいちょうだいと思うはずなんだよ。誰しもが、ね、新しい展開をね、欲しているわけだよ。なのにね、大臣と来たらさ、なんだよあれ。あ、どうも。D マンの携帯電話アンケート賛成、あ、達成か。この時から携帯電話って、しもしもの時代なのかな？それとも、もう、ピッチとかがあったのかな？ PHS とかが。クリスのライブで応援しました。モンスターライブを見ました。サエケの夢、叶いましたね。それもラブ、これもラブ。そして動物たちの魂からフリップ。おめでとう。次までは17ラブ。まあ、ガマカツさんっすよね。ガマカツさんと、あ、まあ、もう大臣切り捨ててるから、もうどうにもならないとは思う。で、ここでもう一回寝る。こんばんは、アルハン。来た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 。やっぱ夜中だ。うん。多分ね、これ夜な、大学全部、大学コンプリートすれば、まあ、吉田か袋大空もし先生の、何？ラブ、俺もらえると思うんだ。今日は皆さんに悲しいお話があるぞ、のもし。誰が死んだ？先生は今日で定年になったぞ、のもし。定年退職ぞ、のもし。そういうわけで今日が最後の授業だな、もし。そっか。最後に先生は君たちに教えたいことがあるぞな、もし。なんやろね。これ終わった後の吉田の会話も気になるね。それはラブ。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 そう。最後の授業は愛。ラブについてゾナモシ。それでは皆さんに質問するゾナモシ。ラブとは何ぞや。だからためらわないこと、回れめらわないことなんじゃないですか。もうフラッシュの時代は終わってしまったんだよ。むちゃくちゃ難しい質問や。今日は先生厳しすぎるで。試させる。
ん？夢の中、月の女神がささやく。愛に満ちれば扉が開くと。故郷の石板に書いてあったで。この世界はラブに満ちてるんやって。で、R がラブを集めるんやって。そう、この世界には数えきれんほどのラブが隠されているぞな。もしいっぱい見つけたよ。せやけど、ラブが何かって聞かれてもそんなんわからんで先生。吉田さんは正直でよろしいぞな。もしわからないということをわからないと言える。あれ、吉田 R 説。わからないことがわかったと。それは進歩の兆しぞな。もししかし、この中で答えに近づいているものもいるぞな。もし、え、誰やそれ。それは R ぞな。もし、やべ、うんたち、うんたち、やるじゃねえか。すごいやん R。 ラブとは何か。今日は少し難しい質問をしてみたぞな。けれど今諸君らが答えられなくても構わんぞな。もしいつかどこかの夜空で会う時までの宿題ぞな。もし100人いれば100人のラブ。いつか諸君らは自分自身の答えを見つけ出すぞな。もしそれでは諸君、今日からしばらく真夜中大学は休校するぞな。もしさらばぞな。真夜中大学の生徒諸君、これからも勉強に励むぞな。もしともしてか、さようなら。あばよ、さいなら先生。よし、わしも商売の世界に帰って一からやり直しや。働くで。お、ラブもらったで。ということはもしかしてまたなんだっけ、バリバリバルガン島行けるってこと？行きたいね。吉田が再びやる気を出しました。これもフクロウ先生のおかげです。あ、ありがとうございます。あと16ラブ。これでさ、なんかあ、もうあとあいつのラブだけじゃねってなったらもう先般ですよね。先般大臣、俺はもうあいつ許さねえからね。一応ちょっとテレビ見ていいかな。ちょっとすぐバシッとカットするんで。あ、ちょっと待って、これ50匹でしょ。ってことはあと1匹の魂。モグラ。モグラよ。モグラと大臣は俺はもう許さない。モグラにはね、サイレントヒルっていうゲームでもね、相当ね煮え湯を飲まされてますからね。振り向きアルティメットタックルっていうとんでもねえ技をね食らって、すっげえダメージ食らったんですよ。暗かったしな、画面もさ。今ネカの日か。ネカの日だったら、おい、何時に、あ、あーあー、釣りができない。釣りができないんだけど、でもいいや、楽しいから。進展がねあるってやっぱり素晴らしいことですよね。ああ、いい曲だ。あ、ちなみに音楽、あ、コンプリートしたぞな。もしか、あ、コンプリートしたぞな。もし嬉しいぞな。もし、いやー、結構やり込めたんじゃないか。もうここだけでもさ、吉田いるかい？おるか？まだちょっと夜には、ん？インテリ知ってるよ？ん？ R、うん。知っとった。あ、これ、随分な。この話、随分あれなんだな。変わらないんですね。まあ夜まで待って、ちょっと、鳥かごで、話してみましょうか。吉田は話が長いぞな。もし
なんか他のね、イベントとかもあるのかなと思って、フローラさんのところとか行ってみたんだけど、特別何もなかった。普通、そうやって帰ってくるんだ。商売繁盛、大繁盛、目指すは宇宙のナンバーワン。ああ、もう俺島には行けなくなってしまった。バリバリ島には行けなくなっちゃった。忙しいのかな。ちょっと残念ですね。悲しい。悲しい。門番も大変なんだぞ。なるほど。例えばフレットのまあ、ライブを3回あのフレディ・マーキュリーかぶれのライブを3回聞くと新しいライブが行われて、まあ、さらにラブが増えてくると。それくらいやらないともうこれ以上ね出てこない気がするんだよね。まあ、あのフローラさんの話聞くと城下町をお花畑いっぱいにしたいって言うんだけど、花の種がないからできないんだよね。そういうことも俺の方が早いとまずいか。イビリーさんが飲み行く日に出かけてるっていうか外に出ているはずなので、これ待った方がいい。ここで待った方がいいか。多分出てくると思うんだけど、まあ、出てこないとまずいかな。まあ、時間もいい感じなので終わってもいいか。ちょっと編集してどれくらい今やってんのかわからないし。大臣よ、ダメだな。梨のつぶてってやつだな。あ、ちょっと一番最悪の時間でちょっと来ちゃった今。針が一個進んだらちょっとフレットの部屋入ってみましょう。門番の部屋に。あ、イビリーさん帰ってきちゃったな。となるともう、あ、いるね。となると、あ、まあでもなんかよ、多分なんかフレットがライブを成功させると、ん？なんかこれなんかあんのかな。落書きできないもんね。フレットが成功させると夜更かししなくなって、でなんだか知らんが夜更かししなくなった、お前のおかげかな、にやりってなってくれると嬉しいですね。となるとやっぱりライブをしている時のフレットにちょっと話しかけるというか、ライブを見に行くっていうのをちょっとやってみてもいいかもしれないね。まあ、あとはちょっとタイミングが良くなかったかな。一日おきに確かやってるはずなので、イビリーさんは出かけてるはずなので、次月曜日の夜になってもいいか。で、ネカの日が近いので、次山彦の日でしょ。そしたら釣りだよ。次回釣りコン、キリキリマイドーピングからの釣りだよ。これでできなかったらもうあったまくるよね。釣りもガマカツも許さないリストに入れる。まあ、ただちょっとクリスのちょっと様子ね見に行きたいんで、一回は許す。キリキリ釣り失敗は一回は許す。で、もう一回食べて、まあ、クリスの様子見て、でもう一回チャレンジして失敗したらもう俺は釣り婚はしない、絶対しないです。じゃあ寝ましょう。今日は寝ましょう。いい夢を見よう。そのためにね、あのタコチをいっぱい買ってあるんで、
まだね、ストックにもいっぱいありますので、もうガツガツ食っていきましょう。ラブもらってないもんね。だ結局、大臣アウト、モグラアウト。万が一、ガマカツアウトの可能性もありますね。16ラブか。